よしよし。皆さんようこそ。よしよし。今日はドラマの撮影現場をちょこっとご紹介したいと思います。そのドラマといいますのはこちらですね。リメンバー再会という、これ配信のドラマなんですね。3月25日に第1回スタートして6週にわたってお送りいたします。これまあ主役といいますか、中心となるのはですね、ボーイズ&メンというね、まあ、名古屋を中心に活躍しているアイドルグループの、はい、8人です。でその8人が中学校時代の同級生で、ダンス部の仲間、それが15年ぶりに再会というか集まったところから、まあ、話は始まるんですけれども、まあ、私が何の役かっていうと、その8人の担任でダンス部の顧問という、そういう設定ですね。あーもうこの楽しいで、それぞれ本当に個性のね、違う8人と、まあ寒い日々もあり、でこう設定がねちょっとこう山登りだったりもするので、まあ、山の中の撮影もたくさんあって、でも乗り越えまして、今日皆さんに見ていただきますのはその最終日、撮影の最終日なんですけれど、ドラマの撮影ではまあ時々あることなんですけれども、その最終日に第1回のみんなが集まるとこを撮るというね、そういうことになってます。清瀬市まで出かけて素敵な喫茶店で撮影してきました。あのドラマになっているアングルとは違うところから、こうどんな風になっているのか、こうスタッフもどんな風に動いているのかはちょこっと雰囲気を味わっていただければいいなと思います。で、あそうか、こうやって始まったドラマ先どうなるんだろうということでよければ皆さん3月25日からの配信ドラマ、リメンバー再会、ちょっと覗いてみてください。ではどうぞ。現場はここです。喫茶店、立派な喫茶店先生は思っています。これはね、なんでしょう、DS5 かな、重いですけど。え、そう、これも中持ち上げて、ね、ズーン、オリジナルデザイン